はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本日もスマホアプリブルーアカルの実況を始めていきたいと思います。ついに 2.5 周年期間限定募集がやってきました。強力な周年キャラが配出されるためリスマラをして始めるには最高のタイミングとなりますが、今から始めようと考えている方はそもそもリスマラって何をしたらいいのかわからないという方も多いと思います。そこで今回は 2.5 周年から始めようと考えている方に向けてリスマラについてわかりやすく解説していこうと思います。よければ最後までご覧になってもらえたら幸いです。それでは始めていきましょう。まずはリスマラの流れとなります。1アプリをインストール、2アプリ起動後タイトルからチュートリアル開始、3チュートリアル内の星3確定ガチャを引く、4チュートリアル終了後右上のメールボックスから青奇跡を回収し引けるだけガチャを引く、5納得いく結果になれば終了、ならなければアカウント削除やアカウント連携活用後2へと戻りリスマラを再開する。ここまでが一連の流れとなります。会話パートは基本的に全スキップし、スキップできない会話についても素早く画面をタップし読み飛ばしていくことで時間の短縮につなげます。バトルパートは基本的に放置で問題ないですが、2戦目のボスだけは異常に硬いので蓮見の EX キルで処理するようにしましょう。アカウント削除やアカウント連携についてはこちらの動画で詳しく説明していますので、そちらから確認してもらえたら幸いです。次にどのガチャを引けばいいのかについてとなります。 2.5 周年期間限定募集は2つあり、どちらも排出キャラは同じですがピックアップ対象が異なります。1つが新周年キャラ水着花子がピックアップのひどけなく南寄せ効果、そしてもう1つが復刻周年キャラ若葉がピックアップの太陽と雨のすれ違いになります。どちらも優秀なキャラですが、リスマラという観点から考えると周年キャラ随一使い勝手がいい水着花子がおすすめです。そのためガチャについてはひどけなく南寄せ効果を引くようにしましょう。次にどのキャラが当たりになるかについてとなります。まず周年キャラである若も水着星野、ミカ、水着花子は全て大当たりと考えてもらって問題ないです。向上キャラとしてはこちらの動画でも紹介していますが、サポート枠であるアコ、ウイ、ヒマリ、正月はるか、水着白子あたりが現環境の当たり枠となります。サポート枠をおすすめする理由ですが、実際にゲームをプレイしてみて実感したことですが、アタッカーに比べ回が効きづらいことが大きいです。反対にアタッカーは低レアだけでも十分通用するため、個人的にはサポーター優先でリスマラを狙っていくべきと思いました。最後にゴールをどこに持っていくかについてとなります。アニバーサリーということで 2.5 周年期間限定募集における最高レアの確率、星3の確率は2倍の 6% になっています。そのためゴールもある程度は高く設定したいです。大前提として汎用性の鬼である水星野は確実に手前入手しておきたいです。そのため具体的には水星野とセットでミカや水星花子、おすすめの向上キャラ1体以上が理想的かつ現実的なゴールになると思います。はい、 2.5 周年から始めようと考えている方へ向けてのリスマラ解説については以上となります。皆さんの方でも思うことがあればどんなことでもいいのでコメントをしていただけたら嬉しいです。それでは以上となります。ブルーアーカイブのためになる情報をまとめて動画として投稿していますので、少しでもこの動画をいいと思っていただけたら高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。